ナイス。やったやった。バーイ。チャンネルをご覧の皆さん、明日に輝く星をつかめ。どうもこんにちは、星野あすかです。こちらボーリング場に久々に来ました。前回は100ポイントいったら、100スコアいったらとかっていうね、企画だったんですけど、今回は大西バーサスあすちゃんということで、はい、今日はマネージャーの大西さんと対決をしたいと思います。それでは早速行ってみましょうね。意気込みはどうですか？今日の意気込みは、私は 勝つようにもちろん頑張るんですけど、でも負けたとしても割とハッピーな人間なんで、そのどっちに転んでもポジティブに考えれるちょっと頭の構造があるんで、もちろん勝ったら、ね、それ 120% で嬉しいし、その勝つように頑張るんですけど、負けても私はどっちに転んでも大丈夫、ただ勝つように頑張ります。あれだね、負けた方が今度美味しいものをご馳走する。あ、なるほど、わかりました。ではやりますか。じゃあ行きましょうか。はい、スタートは大西さんの方から始まりますので、アクションカメラを回したいと思います。では大西さんがスタートします。負けないぞ。おお、すごい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 。おお、あー惜しい、ガーターでした。なんか真ん中のね、ちょうどラインまで綺麗にいってたんですけど、まだ練習練習、残念ながらでございました。あ、ちょっと残念ですね。なんとか1ピンぐらい倒したかったけどね。では行きたいと思います。あ、悔しい。やっぱこうな
あ、いい感じじゃないですか。すごい、すごい、やばい、負けそう、これ危ないよ。やばい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 、もう終わっちゃったの。コツをつかみ出してきたよ。ちょっと私もちょっと気合い入れます。ストライク2連チャンだからね。ストライク2回出したら倍になるってこと？すごいんだけど。負けてるじゃん私。どうしよう。あららららら ら, ら。ああ残念。大西さんまさかの2回ガーターでした。びっくりした。調子はどうですか？調子悪いですね。調子悪い。ボールをどうしたんですか？ボールをちょっと重くしたんですけど、あんまりボールの重さとか関係なく、多分あの4分の1の最後のあのなんかレーンの持ち方のところからちょうどなんかカーブになってしまうっていうか、曲がるようになってるのかなって、ちょっとわかんないんですけど。まっすぐ行かないんですよ、もちろんみたいな感じで。難しい。なんか難しいんですよ、なんか。なんで取れたんだ、さっきストライク。頑張ります。
ってください。あーでもいい感じ、すごい69ピンになりましたよ。9回の目なんでちょっと気合を入れて頑張りたいと思います。なんかいい勝負になってきたよ。いい感じになってきたよ。いきなりが、やば。
あー残念。あーうわー、まっちゃん頑張ってください。頑張ります。いただきます。ダメだ、今日は調子が悪いな。あ、いい感じじゃないですか。いい感じですよ。あー惜しい。あーやった、いったいったいった、すごい。視聴者はアスちゃんの活躍を見たいのです。そうですね。でも私は結構冷静なんで、全然大丈夫だと思います。いきます、頑張ります。2回があった。どうですか調子は。まあもうしょうがないですね。もうなんか多分このボーリング場と私の相性が合わないって合わない。もう実際その上げた感覚で分かるんですよ。ワンピンの、ね、ユーザーの皆さんに向けてやる花を咲かせたいと思います。ナイスボール。あれがなければ絶対もうちょっと倒してくれる。
ず合わせるようにします。っていう勝負だったんですけど、大西さんと。ただもう大西さんが思いのほかすごく上手で、私はびっくりしました。まあ、ちょっとね、負けて悔しいっていう気持ちが最初の始まりの頃はちょっと若干あったんですけど、途中で大西さんのストライクを2回も出した時、ちょっと私も感動しちゃって、なんか勝ち負けよりもなんか一緒に楽しめたなと思って、改めて大西さんの新しいまた一面が見れてとても楽しかったです。まあ、勝負に負けたのは負けたので、後日何か罰ゲームがあるそうなので、どこかロケに行った時にまたその撮影もしたいと思います。はい、ということで、それでは最後に、私の人生の座右の銘は、人に優しくすること、人を幸せにすること、そしてボーリングで皆さんに素敵をお配りすることです。いいなと思っていただいたらチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。そしてグッドボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、またね、バイバーイ。また勝負しましょう。はい、ぜひ頑張ります。